はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター2に、こちらの私のゲーム実況をやっていきたいと思います。で、ですね、ちょっと裏作業しました。今ですね、トラクターの明かりつけていません。今ね、お時間もう19時過ぎましたが19時9分になってるんですけど、今トラクターの明かりはつけておりません。なんですけど、このね、農場、まあ、自分の持ちつくね、新しく建てた農場、そしてショップ周り、このようにね、明るくなりました。マイクラでいうとこの湧きつぶしねゾン見てないけどね、っていうので、いやあ、見てくれ、もうこの辺最高、この辺最高です。もう全然明かりいらない。うわ、もうこの辺なんか眩しすぎる白飛びしてますからね、この辺なんかね。というので、明るいね、農場ができました。夜間作業はもうバッチリですね、これでね、とは思います。あー、で、あ、ちょっと待ってね、そう、切り株除去をして、これもうね、返却したいですよ。ちょっと今切り株除去しましょうか。はい、ここね、ここともう一箇所ぐらいあったかと。はい、ガサーと、こことも一箇所ぐらいね、どこかこの辺にあったと思うんですよね。それを削除したら、このね、T-Rex は返却しちゃいたいとは思っております。あー、わかんないねあー、これかな、これかな、はいはいはい、ね、暗いからわかんないと思ったら、なんとか、はいはい、角度悪いかな、はい、ちょっと待ってね、うんうん、あら、これ奇跡の角度かなこれこっち側からだと削れないかな。あ、削れた、削れたのかな今。あ、いつの間にかないね。 OK かな。あ、もう一個ある。はい、じゃあこれか、これね、これ削除して、じゃあこれもう一回返却しましょう。もうしばらく借りないとは思います。で、いや、切り倒してるしね。じゃあこの辺もあるでしょこの辺も切り株あるでしょう。これね、あ、ある、あるかな、これでね、はい、切り株よりも先に幹倒したよ、倒したよというかね、削除しましたよ。はい、うまくいかないね。いや、もうあのね、あんまり根元から切ると切り株除去しづらくてね。あと、このマップ勾配多いから、そこが難点。もうこんなことしてる場合じゃないんだけど、あれ、切り株どこ行った切り株消えた、私がこんなぐるぐる反転してる間に消えた、まあ、消えたならいいんだけどね。消えました、本当に。もう返却しちゃうよ、これ。いい？消えた？本当に。消えました？はい、じゃあこれ一回返却します。はい、これね。ペッペッと。はい。そしたらですね、今日何をするか。ですね。まあ、もう19時超えて暗いんです。というので、母屋の確保です。今日、私が、ご紹介したいのは、私の、母屋ベスト3です。母屋ね、あんまり凝ってない方とかね、いらっしゃるかとは思いますし、まあお値段安い方がいいよとかね、まあモッドで入れるなら容量軽い方がいいよっていう方、いろいろいらっしゃるかと思いますが、まあそこら辺ちょっと網羅してるベスト3となります。で、先に言いますが、最安値は0ドルです。さあ、それが1位になるのかどうかはい、というわけでね、ご紹介していきたいと思います。ね、じゃあまず一つ目ご紹介するんですけど、ちょっとね、場所をどうしようかな。前回ハロゲンライトつけた場所、こっちの方に、置きたいと思います。あ、ね、あ、いいですね、明るいですね。はい、ね、懐中電灯の方がすげえ明るいけどじゃあまず一つ目何か、ですね、はい、ポチ、建物ね、まあ相変わらずコントローラードリフトしてます。はい、ですね、まず一つ目これです。ちょっと右下の商品名と最も違うんですけども、ですね、ポータブルスリープトリガー、ポータブルスリープトリガー、まあね、簡易に寝る場所のきっかけだよというね、トリガーになってます。で、ちょっとこれ上に置きたいんですよね、ここポチッと。はい、そしたらですね、まあこれのいいところ何っていうと、
まあ、建てる費用100ドルです。まあ、建てるというかね。で、左のヘル、コントロールって書いてるところ、衣装棚を開くって書いてます。の他に、まあ、もちろんね、角度を変えると、寝る、あ、今出ましたね。就寝する。就寝するがあります。もちろんね。だから着替えもできるし、寝ることもできるよと。まあね、着替えは別のメニューからできるけどね。で、これ、ね、さっきから見えるかと思いますが、持ち運びできます、これ。というので、まあね、この間の、これ、ハロゲンライトと同じように、どこでも寝れます。車の、ハッチバック。ハッチバックって言うんだっけ？ピックアップトラックの後ろとかに置けば、いつでもどこでも寝れます。車中泊もできるっていうね。ただし注意点としては、まあ、この間のハロゲンライトと同じように、セーブロード挟んじゃうと、これ、元の位置に戻っちゃいます。というので、置く場所は一発入魂。ここに、ちょっと微調整してっていう感じになります。で、ゲーム中はずっとね、ピックアップトラックの荷台に乗せておけば、いつでもね、寝れるかとは思います。で、あともう一個注意点としては、ですね、今これで見えますかね。これこれ、その他、まあ、これが母屋なんですけど、これ、ワープできないんですよ。つまり、見失っちゃったよ、なくしちゃったよってなると、セーブロード挟むまで見つかりません。というので、まあ、ワープなんかしないよって方もいらっしゃるかと思いますが、ね、多くの方がワープ利用するかと思いますんで、その点がちょっと使いづらいというので、私にとっては、ベスト3、3番目になります。はい、じゃあね、第2位、ちょっとね、第2位どこに置こうかな。まあ、第2位はワープできるんです。ワープできるので、まあ、普段行き来する場所の近くがいいんですよね。ですね、そしたらまあ、この辺、まあ、母屋周り、まあ、一夜明ければね、いろいろもうパレットも生産され始めますので、まあまあ、まあ、この辺がいいのかな。この辺が一番邪魔にならないし、飛ぶとしては便利なのかな。まあ、この辺飛べるんですけどね。じゃあ、ここにしましょうか。はい、そしたらですね、第2位、何か、建築、農場の母屋、これです。ちょっとね、名称長いんですけども、まず、元名何か、ですね、バイエルン、ビルディングパッケージ、バイエルン、ビルディングパッケージっていうモッドがあるんですけど、すごい重たいんですよね、いろいろ入ってる。で、その中の一つになります、これね。で、これが建てる費用、見えますかね、0ドルです。ただで建てれるよ。ただしですね、ちょっとこのファーミングシミュレーター22というゲーム、0ドルで建てれるなんですけど、所持金0ドルだと建てれません。所持金が足りませんって出て、って感じなんですけどね。1ドル以上持ってる時に建てれます。0ドルのものというのはね、まあどうしてもなければ銀行から借りるしかないんですけどね。はい、というわけで、ちょっとここに建てたいと思います。ペン、どう、うっすら明るい。うっすら明るい。はい、でこれでね、就寝するも出ます。で、これはワープもできます。これね、今ここですかね。はい、これこれ。はい、ちょっとね、四角の移動。はい、というわけで、ここに飛んできました。というので、まあ、0ドルなので、ワープポイントとして、何箇所か置いてもいいのかなと思います。紙サイロってワープできませんので、紙サイロのちょっと横のところにこれ置いておく。ただで利用できるワープポイントとして使うっていうのもいいのかなとは思いますが、ただ容量が重たい。モッドとしてのね。というので、まあ、使いどころとしては、多くはないかもしれないです。他のね、バイエルンビルディングパッケージ、他の建物も使うというんだったら、まあ、すごいいいんですよね。ただだから。いくらでも建てちゃうって感じ。だけど、まあ、重たいのは好きじゃないよね。というので、私のベスト2となります。あちらがね、
ただのものベスト2。じゃあですね、ベスト1何になるか、ですね、建てる場所重要になります。今度の、場所は移動できません。ベスト3のもののようにね。でベスト2のようにただではありません。なんだけどナンバーワンってどういうことって思うかと思いますが、雰囲気最高っていうので、ちょっとね、あ、ちょっとこっちの方あんま照明置いてないんで暗いんですけどね。まあ売却所、これね何でも売却所なんですけど、この近くっていうのもちょっと味気ないなとは思いますが、この辺って私、あ、土地持ってんだ、ここね。ガソリンスタンドも土地持ってるし、なんならショップも土地持ってるじゃないですか。じゃあいつも飛ぶの不便つってるから、あのショップの中に家建てますこのマップ最高。はい、じゃあショップの前にね、じゃあこの辺に置きましょうか。いつもメンテナンスなんだかんだね、売ったりもしてますし、まあアタッチメント変えたりとかもねしてますんで、これ照明ねめっちゃ明るいでしょじゃあね、ここにします。じゃあ私のナンバーワン何になるか、ですね、農場の母屋のこれです。これですね、モッド名がですね、ほうぼうファームハウスパック、ほうぼうファームハウスパックというものになります。で、アタッチメント名、アタッチメント名というかね、商品名がスリープドアマット、スリープドアマットとなります。これですね、あ、ショップエリアは違う、あ、ここショップエリアで立ち入り禁止だけど、こっちの方は大丈夫っぽいあ、いいいい、今度からのこれワンポイントとして最高でしょ。そしたら、はい、そしたら1個立てます、ここね、ポチッと。どうです、これでいつもね、なんショップにワープしてくる、はい、ショップ行きましょう、そしたら、うわ、裏口かよって言ってたのが、今度あのいきなりここに来れる、最高で。まあ今ちょっとね、ここに建てちゃったんですけど、まあスタンドの方ちょっと一回行きましょうか。スタンド、あと売却所、できれば売却所とかが良かったんですよね。売却所裏の方かな、売却所裏の方を、あ、こんな方、ここ、あ、裏口こんな方なんっていうのに若干ここ嫌だなまあここ若干嫌なんですけど、まあまあまあ、じゃあ、ショップのなんかいい入り口ない、あ、ここいいんじゃないですかね、ここ、ここパン屋さん、これパン屋さんだっけ、レストランだっけ、雑貨あ、食料雑貨店ね、食料雑貨店のここの入り口をね、自宅にしたいと思います。はい、じゃあもう一個、もう一回ね立てますよ。農場の母屋で、スリープドアマットで、ちょっと向き変えて、はい、であ、じゃあ、ドリフトしてるコントローラードリフトしてるんですけど、はい、こうですね、こうすることで、ね、今置きました、こうすることでここが私の家っぽくなるっていうのでね、最高ですもうね、うちに帰ってきたよって、これもう我が物顔でね、文字通り我が物顔で、我が家じゃないんですけどねっていうので、お値段もう一回ね、お値段が5ドルです。0ドルではないんですけど、まあ、5ドルとめちゃめちゃ格安、そしてモッド容量も、軽いというので、私はこれおすすめです。人ん家を自分家のように見せられるで、このマットって、まあ、何種類かねあるんです。まあ、ファーミングシュメーター1級の頃もありましたし、まあ、1級の頃はピロー、まあ、枕っていうのもあって、それお値段も安いし、持ち運びもできるし、ワープもできるっていう優れものだったんですけど、22の方はねないんですよね。まあパソコン版あるのかもしれないですけど、プレステはないですっていうので、ピローがあればね一番だったんですけどとは思いますが、はい、じゃあとりあえずもう19時、ちょっと明かり消すよ、19時23分なので寝ましょう。一回もう何もできない暮らすって、はい、じゃあ一回寝ます。はい、初めて寝るんじゃないかそんなことはない、シーズン2入って初めて寝ますよね。はい、じゃあね、おはようございます、あ、まだかな、はい、おはようございます。
さあどう、ああもうね、私のうちに私のうちに来やがって、はい、そしたらね、あ、スタンドとかもねあります。じゃあちょっと一回車両切り替えて、どう、朝になった私たちの街は明るいかい。あら、あ、ここ正面置いてない方か、正面置いてる方向こうでした。ちょっと場所がね違いましたが、はい、じゃあちょっとね明かりつけずに移動してみましょうか。じゃあそこの真ん中にもちょっと今度ね、ライト置きたいと思います。あ、いや、あ、やっぱいいですね。今日曇りなんだね。天気曇りですが、明るいね曇りでもね、相変わらずここのタンクは白飛びしてますね。あ、いいですね、いいですね。で、あれ、音質まだできてない？一日じゃできなかった？少ないですね。一番多いの天才かな？天才466なので、まあ、立てたの遅いですけどね。2日立てば、まあ、1日分ぐらいできるのかな？天才、1日1536だから、立てるのが遅すぎたってやつね。2日で3パレット出るんだ。というので、残念ながらまだできてませんね。いやー、ショック。そっか。で、他のところもちょっと見て回りましょうか。盆栽は、3ヶ月以上経つのかな？じゃないとできないとは思うんですけど、はい、一応確認。まだできてないとは思います。できる場所が、ここなんですよね。なんかすごい斜めなんですけど、ここ、ここ。ここね。ここにできます。盆栽ね。こっちもまだだと。そして、こっち、そう、ウッド。あ、できてるでしょ！できてる、できてる。木のパレットね。はい。ということで、次回はちょっとこの木の、これわかります？ウッドチップじゃないんですよ。木材です。つまり、立ち木切ったのと同じ状態です、これね。右下ね、木材。というので、これの活用もしながら、次回ちょっとね、また林業ちょっとやりたいと思っております。ね、というわけで、まあ、枕ね、もう一回ちょっと、こっちの方行こうか。ここ、あ、ね、なんか、あー、ちょっと、内側入り込んじゃった？あ、大丈夫かな？あ、出れねえや。ちょ、待って、ワープしたら内側に入っちゃう？これ。あ、ちょっとね、玄関マット近すぎたかな？ワープポイントとしては失敗でした。ちょ、近すぎないように。はい。という感じで、今日はね、一回、ここで、区切りたいと思います。では、ここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。